クセイバーです。今回は、ハーツクライの後継はドウデュースで決まったかな?に対するみんなの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。社大入りは確実だろうし、戦績も守護場需要高そうなものになってる。スワーブも好調だし最高の週末だわ。何をオフィシャル複数ラインで後継者を務めるんだよ。後継者は何ぼいてもいいですからね。これだよな、一子相伝なんて非効率なことはしなくてよろしい。ドウデュースも社大いるだろうし楽しみだね。これでリスグラの賞金も抜いたかな。今日の賞金足して127,289,3800円でハーツ3区トップになった。エグコの後の結果によっては競馬界全体のランキングにすら入ってくるな。リスグラの 1.5 億円ボーナスを数えるかどうか。スワベサリオスを同社第2ジェットストリームアタックを仕掛けるぞ。ジェスタウェイはいよいよ大本命出てきたし、ナダノンザキッドが繁殖成績で本命に躍り出るかもしれないが。ジェスタも複数投手5倍入りさせてるし、ようやってルールスも今後次第では入ってくるし。今日だけでスワベ3勝してるがな。後継が1頭だとチンチン折れたら終わり、3頭いれば折れない。ここまで上品さがない3本の矢は初めて見た。あと一つ G1 勝てればってところできっちり勝ってきたのは素晴らしい。後継なんぞいくらいてもいいってサンデーが言ってた。たくさんいればいるほどいい、おじさんたくさんいればいるほどいい。ドウデュースの3区多分短距離マイルに偏るぞ。ドウデュースが勝って嬉しい自分と守護場のジンクス的に天皇賞秋は勝って欲しくなかった自分がいる。まあ贅沢言わずに勝ったから喜ぶけどさ。複合でのジンクスというか今までにこのケースが存在しないからマジで未知すぎる。G1 勝ちが天皇賞秋だけの馬は守護場として苦戦する例が多いけど、数あるタイトルの一つが天皇賞秋という馬は守護場として、成功している馬結構いるし、そんな気にすることもないよ。現役成績だと一躍最強候補になってきたけど、守護場や後継で言うならスワーブサリオスとの孤独になりますね。でも今回の結果を受けてまた一つ優遇される要素は増えたはず。スワーブリチャードが初っ端からクラシックホースを想像できた人少ない説。値段が値段だからサリオスにも牝馬集まったし、需要はしばらく安泰かね。スワベ3区は早かれ長距離無理、ボバは弱い、この全てを菊花賞で嘲笑うの気持ちよすぎる。なんなら先週と今週でボバは2200-2400で2勝、クラス突破サブマリーナに至っては圧勝。夏を超えたからかボバの3区がなんかシャキッとした感じする。悪い意味ではなく、よりにもよって菊を取っていったからな。3区追ってる側からしたらたまらんだろうよ。初年度は鳴り物入りだし、スワーブの繁殖いただくこともできそう。なんなら絆とかコントリアステの領域からもちょこっとずつもらうくらいのことはあっても不思議じゃない。後継者はたくさんいた方がいい、ディープはそうだそうだと言ってる。別に一子相伝なんてものじゃないから後継はいくらいてもいいんや。ロベルト系。現状ハーツ後継はスワベ VS オドウの対決が濃厚で、品系力込みでサリオスが第三勢力かな。ジェスタは若干パルプンテの匂いがして確実視できない。申し訳ないがシュバキは役に立たないので脱落かな。シュボバもスロースターターなことを祈ってるわ。品系は確実にいいはずなんだけどね、兄弟は全員勝ち上がってるし、姉妹は小出しもいいのに。ヘデントールを差し置いてるメールがアーバンシックを選んだのは意外だった。スワベも牛もオドウもシュバチも爆弾も小子もクマ赤ちゃんなどもみんな成功して、もっとイケメン因子振りまいて。競争成績と守護場能力は一致するわけではないから、現状はスワーブが後継筆頭だろうよ。みんな活躍しろ、そしてみんな長生きしろ。ドウデュースさんの守護場勝ち、5月生まれながら朝日杯、ダービー勝つ早熟性、4歳でも有馬記念を勝つ総合力、成長力 32.5 を繰り出す圧倒的キレとトップスピード入。すまんこいつ優秀か。一時はジェスタ個人軍だったのに一気に選択が増えて嬉しい。ハーツ系推しジェスタ再推しからすると嬉しいしだよ。これから孫世代含めもっと後継増えると良いね。ジェスタが黒船系との間に埋まってた地雷撤去したのが後続のためになってくれれば一番やりになった甲斐があるというものだ。とはいえジェスタ自身もまだこれから3区は増えるだろうし、ダノンザキッド分けがさえなければポテンシャルはもっとあったと思ってるから、そっちも3区が走ってくれることに期待だ。候補はあればあるほどいいってヒムヤー系が滅びかけながら言ってた。やっちゃいけない系配合はジェスタでだいぶ試せた感がある。相性いいのはまあこれからか。とりあえずハービンジャーを返さないダンジブとミスプロ系や。決闘素人なんだけど、それって良いの悪いのどっち?両相性な方薄めにダンジブが入るとちょうどよく早熟性が足されていい感じになるんだが、逆にハービンジャーはなぜか相性が悪かった。
ダノンザキッドやルージュエバイユが出てるから欧州血統は相性いいんじゃないかと思われる。ただ自身がすでに欧州血統のサリオスはちょっと傾向違うかも。1600、2400、2500と日本で重視される距離全部勝ってるのはでかいわ。ちなみに相性が特に悪い血統はストケオヤジとジェスタともども大爆死してる4台くらいまで薄まれば馬次第では走るけど、薄め駅として重宝されてた黒船やハービンジャーと相性が悪いのは残念だが早めに避けた方がいいって分かったのはいいことだな。ハーツ系ってハービンと相性悪いのかスワベが例外？ハービンジャー系はちょっと緩さがあるっぽい。ジェスタ側としてはキレと双熟性が欲しいので緩さがあるハービンジャーは噛み合わない。その辺を自前で持ってるスワベは問題なくいけるんじゃなかろうか。母父スウェットオーバーボードなんかは父ジェスタウェイ以外のハーツ系だと中央勝ちがエドダイモングローリーベース判定しかいないそう。あと気になるところだと母父キングヘイローとかだけどジェスタはあんまりいないんだよね。シャトーブランシュの20も結局デビューできなかったし、同じハーツ産駒といえどスワーブリチャードもサリオスもドウデュースも母系が結構違うし差別化できそうね。アサヒハイ、ダービー、アリマ、アキテン勝った馬ってドウデュースが初めて ?1600、2000、2400、2500メートルの G1 勝った馬含めてもジェンテルドンナとナリタブライアンぐらいしかいないんだね。この2頭はどっちも三冠馬か現役で達成できそうな馬割り馬手ぐらいだろうけどアリマがきつそう。牝馬は三冠プラスアリマでいけるけど三冠牝馬でアリマ勝ってる馬はジェンテルだけしかいないのよね。牝馬は2歳3歳の王道のローテ組んだら中山走らない2400より長い場所走らないの20区だからナボ馬はどっちかはほぼ確実に走るんだが G14 勝の勝ち倉で完全に被ってる馬はおらんな。これまでブライアンと勝ち倉が被ってたけど空き点勝ったことで差別化された。そもそもが2から5歳で勝ったボバがドウデュースが初なので難しいわな。直近の4年連続 G1 勝ちボバが3から6歳がゴルシー以来なので。マックイーン、デジタル、ゴルシってみたな。ドウデュースの勝ち倉は主ボバ勝ちかなり高そう。2歳から G1 勝てます。クラシックにも間に合います。コバでの成長力も見込めます。安くても1000万近くになりそう。名誉って言いたいけど今のインフレっぷりだとあり得るんだよな。イクイノックスにあの種付け量になったのを見るとねこっちもこっちで偉いことになりそうでな。なんか海外からジャパンカップに参戦するメンツに似たようなやつと戦う可能性があるな。1000万は過大評価だろという感想ではあるがあり得るかありえないかで言ったらあり得る。1000万はあり得るという前提の上で600万が妥当じゃないかね。まあここら辺が妥当。ただ決闘的にも先輩ダービー馬車夫よりはいろいろ有利だろうなと。600、800で大穴1000万超えかね。秋コバ三冠とか取ったら跳ね上がるかも。長く走ってくれて G1 も取る馬って久しく見ないから楽しみにしてるよ。イクイと違ってちょいちょい負け挟んでる分差し引いて500から700万ぐらいか。来年のスワーブの値段次第だと思う。ドウデュースの金額は初年度はお値頃だといいな。種付け量とか誘導でもいい数字より繁殖が集まる方が大事なので400から600のレンジに収まった方がファンとしては嬉しい。サンデー孫って競合たくさんいるからクソみたいな贅沢は言ってられない。2歳 G1 勝ち馬がここまで長持ちするのってだいぶ珍しい気がする。あと2勝したらワンチャン懸賞馬狙える？マジでワンチャンだろうけど秋コバ三冠達成ってことで。いや、いやワンチャンならありそう。秋コバ三冠達成したらそれなり以上にあとは主母馬成績でいいことできたらほぼ当確。秋コバ三冠にプラスして3区がめちゃくちゃ成功したらあり得る。主母馬の勝ちはこれで上がったんだっけ？2000の勝ち区が増えたのはいいことよ。さすがに2歳から毎年勝ちながら秋コバ三冠できたら可能性ラインには入るよ。勝ってからええ案件だけど。今の勝ち倉めっちゃ好きなんだよな。ジャパンカップ取れたら綺麗だけど出る予定あるん？年度代表馬ならありえる。アキラアキラ馬はうん。というか今年 G1 に勝してる馬が1頭しかいないから秋三冠したら余裕でなるでしょ。ワンチャンあるくらい G1 6勝と秋コバ三冠でようやく可能性があるって考えると21世紀の懸賞馬派レベル高いよな。勝利数関連で言えば G1 年間4勝が1つのラインとしてある感じはする。カナロアとキタさんは達成してるけどゴルシ、モーリス、ブエナ、グランは未達成。